도요타 자동차가 2030년까지 총 30종의 배터리 전기차를 선보입니다. 배터리 관련 신규 투자에 있어선 지난 9월 발표한 투자금액 1.5조엔 규모에서 2조엔으로 상향 조정하는 등 전기차 전환으로의 가속 페달을 밟고 있습니다. 도요타와 세계중의 고객사마니 사사에라에테이르 글로벌 기계오데스. 도요타 브랜드와 170이상의 국토 지역에 약 100車種のエンジン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車を投入してまいりました。さらにこれからバッテリー EV でもフルラインナップを実現し、カーボンニュートラルビークルの選択肢を広げてまいります。具体的には2030年までに30車種のバッテリー EV を展開し、グローバルに乗用、商用、各セグメントにおいてフルラインナップでバッテリー EV を揃えてまいります。年間350万대의글로벌배터리전기차판매를목표로제시함과동시에렉서스는2030년까지전카테고리에전기차모델을도입해전세계적으로100만대를판매하고2035년까지전세계에서판매되는렉서스모델의 100% 를전기차로내놓는다는계획입니다。電動化技術により車の可能性を最大限引き出すこと、それがレクサスにとっての電動化です。モーターが生み出すリニアな加減速、ブレーキのフィーリング、そして気持ちの良いハンドリング性能を組み合わせることで運転そのものの楽しさを追求し、レクサスらしい電動車をお届けしてまいります。中でもバッテリー V は電動化がもたらす車の進化、その特徴が最も分かりやすく表現されたモデルとして今後のレクサスの象徴となっていくと考えています。その最新のモデルがレクサス RG です。 RG는 トヨタ スバルが共同개발한첫번째전기차전용플랫폼 ETNGA 아래설계된첫번째렉서스전기차로 SUV 와세단외관의경계를넘나드는크로스오버스타일의디자인이특징입니다。세계2위자동차기업도요타의전동화전환선언이완성차업계에어떤바람을불러올지관심이집중됩니다。 팍스 경제TV 김홍모입니다。